はい、Kキングワールドです。ですね、今日は1月20日かな。今日のテーマはまた機材の話をしようと思うんですけれども、カズーとね、カズーのセットの仕方を話したいと思います。私はね、昔からカズーを使ってまして、カズーのね、手軽さが非常に好きでね、カズーを使ってるんですけれども、カズーもね、2種類、3種類ぐらいあって、プラスチックのカズーとかね、ブリキでできたカズーとかね、あるんですけれども、3つ目としてね、木でできたカズーをね、私は昨年ぐらいに見つけまして、最近はそれをずっと愛用してます。理由は、プラスチックとか金属のカズーっていうのは、潜水艦みたいなね、形しててちょっと大きくて重いんですけれども、木のカズーがね、ちっちゃくてね、薄いなんか木切りみたいな感じ、ガムぐらいの大きさのね、大きさでね、それの木切りみたいな感じで、非常に軽くてね、また音がすごくね、いいんですよね、アコースティックな感じがして。で、そのカズーを愛用してます。で、カズーのね、音がね、トーキングモデュレーター、リビングアプリアのね、イントロで使ってるトーキングモデュレーターの音に似てるなと思って、それでその木製カズーを使ってリビングアプリアのね、イントロやったりして、まあ楽しんでます。で、昔はね、金属カズーを使ってまして、それをね、マイクスタンドのね、ところにちょっとつけてセットして、加えたら外せるような、ね、感じでセットして、やってましたね、昔はね。で、首からね、そのカズーは一応ぶら下げているので、吹かないときはそのカズーを、口から外すと、ネックレスみたいな感じでね、ダランとなるということで、そういうのをやってて、イントロの時に1本、エンディングの時に1本、特にね、J-BOY で使ったんですけども、J-BOY のイントロで、カズーを使って、あと、J-BOY の最後にね、もう一回カズーを使う時は、マイクスタンドのね、マイクの両端にカズーを1個ずつつけてて、それをそれぞれね、使うということで、やってました。で、今はね、その木のカズーをね、ヘッドセットを、ヘッドセットのマイクの部分にね、つけてます。で、やり方はね、ちょっと後で紹介するんですけれども、コードとかをね、束ねる結束バンドというのがあるんですけれども、それをね、その木製カズーにうまくつけまして、その結束バンドをくるっと回して、ヘッドセットマイクのマイクの部分に結びまして、それを使っててやってます。で、何がいいかというとね、そのやり方でやると、カズーを吹くときはね、ちょっと、口笛を吹くような感じでね、口を尖らせばカズーに届くし、あと歌ってるときはね、普通に歌えばね、音がね、普通に、マイクに入っていくということで、そういう二刀流のね、動きができるのが面白いなと思って、やってます。で、そうするとね、たまにね、カズーがね、ちょっとセッティングがね、間違っててね、遠くなっちゃって、いくらね、口を尖らせてもね、カズーに届かないというね、こともあるんですけれども、そういう時はどうするかというとね、一応体がちょっと柔らかくて、のけぞった感じでね、いろいろ歌ったりもできるという特技がありまして、カズーが落ちてこないので、手でね、直すわけにはいかないので、思いっきりのけぞってカズーを、地球の重力で下の方に落ちるようにしまして、そうするとね、微妙に5ミリぐらい下にカズーが落ちてくるので、それでさっとね、加えてね、ホールドして、キープしてカズーを吹くといったことでやってます。そういう技を使っていろいろやってるんですけどね。リビングアプリアのね、イントロで吹いて、歌って、間奏で吹いて、また歌って、で、リードソロの時にもう一回カズーでリードソロの音色をちょっとやってみてね。で、その後は使わないんですけれども、使わないじゃない、最後に使うかな、最後にもう一回使って、やるというふうなことで、今はその木製カズーを使ってやってます。ちょっとね、車止まったらね、そこの木製カズーの紹介と付け方の紹介と、付けたらどんな感じかっていうのをね、実演してみたいなと思いますので、お待ちくださいね。
はい、ではね、さっき言ってた木星の数がこれですね。ここに穴があるのかな。それでこっから音が出ますね。こんな感じ。ちょっと軽い音ですね。まあ木の音と言っていいのかな。そういう感じですね。で結束バンドを使ってこのコードとかね、そういうのをまあ束ねとくやつ、よく売ってるやつですね、100均とかにね。それをまあ結束バンドでつけてます。いいですか。でヘッドセットマイクありますよね。いつもこうやってヘッドセットマイクつけて歌ってるんですけれども、このヘッドセットマイクのここのところ、マイクのまさにマイクのところ、ただねマイクのところをねまあ覆っちゃうとマイクに音が届かないということで、私はこのね結束バンドをね2つに割ってるんですね。でマイクの音が行くような通り道は一応作って、ここで一つずつこうまあつけます。そうするとこういうのねつくんで、これでバッドメディシーンとかね、バッドメディシーンという感じでね、数をまあ使いながら歌えるというふうな、代物です。こういう工夫をしてます。リビューカメラどんなやったかな。タミユーズはゴンザダーク、ユニオンビーノースライク、ビズザーノーヒーズラックソーター、ソーター、という感じ。じゃあまあ終わりますね。はいはい。じゃあ今日のね、ケーキングワールドは、そろそろ終わります。まあ今週まではね暖かいのかな、まあちょっと雨かなんか降って、でもまだまだね寒い日が続きますので、皆さんね体に気をつけて、寒い冬を乗り切って、コロナを乗り切って、頑張っていきましょう。じゃあ終わります。あ、最後にあれだな、久しぶりに決めゼリフ、チャンネル登録よろしくお願いします。一応ね視聴回数はね1万回を超えたらしくて、1万回超えるとね、嘘か本当か分かんないんですけれども、 YouTube 社からね収益審査が入るというふうなことを聞いてまして、ちゃんと審査されてなんか、いい評価もらえたらいいなと思ってます。まあ広告収入をね得るにはチャンネル登録1000人以上というふうなもう一個の壁があるんですけれども、まあ一応視聴回数もね1万回って目標にしてたので、それが年明け早々ねクリアできたのは非常に嬉しいです。ではこんな形でねずっとまた続けていきますので、皆さん、よろしくお願いします。じゃあ終わります。